今回はですね、僕の実体験うわですね。ちなみにどっかで喋ったりしてんの、こういう階段。あ、これ喋ってないですね。え、腰抜かして俺も。めちゃくちゃ怖くて。これぞリアル一コマ。どうも、石井です。本日の階段を浴びる会のゲストはケビンス山口コンボイ君です。うるせえ。あ、すいません、やっちゃいました俺また。いや、だから、はい、こうミーってなるんよ。うわ、すいません、またやっちゃった俺。いや、もうその広告が長いなって思ってる人もおる中、2ストレスはあかんのよ、はい、再生の2ストレスなるから。失礼しました。ちょっとうまいこと階段ファンの方々処理したいと思います。というわけで、はい、前回、はい、相当怖い話でしたね。ああ、はい、あれはそうですね、僕らの中で一発ドカンの。そうなんですよ、ま、前回は、コンボイ君の同期の界隈で、はい、まあ、ちょっと話題になってる階段を喋っていただきましたけども、はい、今回もございますか。はい、ございます。ちょっとお聞き願いたいもんですけども。 ありがとうございます。今回はですね、僕の実体験うわですね。いいね、これは。はい、ほんと唯一ぐらいの実体験なんですけれど、はい、ちなみにどっかで喋ったりしてんの、こういう階段。あ、これ喋ってないですね。え、はい、前回のやつは。前回のやつは同期、他の同期も別の媒体で話したりとか、階段ライブとか、そういうので、はい、僕自身も話したりとかしてたんですけれど、今回は完全に初出しですね。はい、もうだからこういうメディア系初の初おろし階段でございます、はい、というわけでコンボイ君よろしくお願いします。よろしくお願いします。どういった話ですか。どうも、山口コンボイです。チョキピース。やめた方がいいって。ありがとうございます。で、どういう話ですか。あ、すいません、やらなきゃ気済まなくて。お願いします、はい、ですね、これは僕が芸歴 2,3 年目の時にすごい安いアパートに住んでたんですけれども、うん、すごい木造の壁が薄いアパートで、こ、うん、れでその上の階と隣の階に住人がまだ住んでなかったんですよ、うん、で、まあ、多少その騒いだりしても大丈夫だっていうことで、同期の友達とか後輩とかとよく一緒に遊んだりとか、うん、ああでもないこうでもない夜まで喋ったりとかしてて、でそれでも何も問題なく、たまり場になるね。そうなんですよ、うん、たまり場になってて、ただある日ついに隣に人が引っ越してきてしまいまして、うん、で僕結構住人の方とすれ違ったら挨拶するんですけれど、うん、その隣に引っ越してきたと思わしき女性の方がこうバーッと来たんですよ。遠くから来るのが見えて。何歳ぐらいの女性ですか、ね、それがですね、僕と同じ年ぐらいで、当時だから25歳ぐらいですかね。お若めな。前半ぐらいの、うん、はい。その方が遠くから歩いてきて、挨拶しようと思ったんですけど、すっごい暗い感じの方なんですね。で、もう本当髪長くて、本当に顔がちょっと見えづらいぐらいの方で、はあ、で、服もすごい地味な色の服着てて、そぼとぼ歩いてきて、うん、あ、ちょっとあれだなって、暗い方だなと思って、まあそこはでも本当に僕はもう気にせず元気よく挨拶しようと思って、うん、あ、こんにちは、隣の山口と申します、うん、もう言ったんですよ、うん、もう自己紹介まじりに、うん、そしたらぐらいの感じでスーッと、愛想悪いね、愛想悪くて、うん、嫌な感じって思って、うん、やだ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 って思って、タクタクもふんって小石パーンって蹴って、うん、そのまま家帰って行って、うん、あ、ちょっとなんかあれだなと思って、仲良くしたいもんですねぐらいに思って、まあ、過ごしたんですよね、うん、で、まあある日僕も他の同期の人とルームシェアをするということが決まったんで、うん、もうその家を出ていくってなったんですよ。で、もう最後だし、ちょっとまたみんなで集まろうよみたいな感じで、うん、同期と後輩とみんなでこうお酒飲んでこうワンワン喋ってたんですよ、うん、で、まあちょっと終電逃しちゃったりして、うん、夜遅くなっちゃって、うん、ワンワン騒いでたら、うん、壁ドンがドーンってきたんですね、はあ、はい、まあ壁ドンされちゃったと思って、隣人壁ドンね、はい、隣人壁ドン食らっちゃったと思って、あ、まあでもしょうがない、俺が悪いからと思って、うん、まあちょっと声を抑えて喋ってたんですよ、うん、そしたらまたドーン、もう定期的にもうほんとこそこそ声でもダメぐらいの感じで、はい、ああ、厳しいと思って、まあでももう引っ越すし、うん、もう今日もいっぱい喋ったからもうみんな寝ようかみたいな感じで、うん、しかしその隣のあの人はその暗い感じなのに、うん、こうやって激しくどんどんしてくるタイプなんだなんて思いつつ、うん、こうみんなでもう寝ようかって言ったんですよ。でワンルーム の家なんで電気消して寝るんですけど、わかりますかね、玄関がもう
見えるところにあるんですよ、うん、でそこからの玄関のドアスコープがあるんですけど、うん、そこからもう外の光がパーッと漏れてくるような、うん、おいでその光が漏れてるんですけど、それがなんかこうチカ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 しだしたんですよね、うん、はい、あこれなんだろうと思って、うん、まあたまにあるじゃないですか、あの廊下の電気がもう消えかけでパチ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 みたいな、うんうんうん、あこれ気になるなと思って、まあ、もしあの切れかけだったらあれだと思う、もうテープかなんかで塞いじゃおうと思って、うん、うんつってあのドアスコープをこうパッと覗いたら、その隣の女性がこのドアスコープに向かって手をこうやってたんです。腰抜かして俺も、めちゃくちゃ怖くて、お前思い出してもめっちゃ怖いさ、ほんと嫌がらせってことか。嫌がらせで、もう僕が寝たタイミングでもう全然もううるさくない段階なのに、だからもうそれはそうやってることをその人があいつらは知らなくてもいいから、もうとにかくもうで自分も同じ形状の家に住んでるから、はい、ドアスコープのチカチカは分かるってことやんか。はいはいはい、電球切れ忘れてたらこうチカチカするのがストレスやったのを、はい、もし起きてたとしたらっていうことやんな。はい、怖っ。めっちゃ怖いっすよねこれ。腰抜かして俺誰にも言えなかったよその日は。ねえ、音立てんように、はい、うわ。結局引っ越すまでその方とはもう何もなく、はい、そうですね、できるだけ会わへんように、会わないように、もう同期も呼ばないようにみたいな。うわ、めちゃくちゃ生々しい、はい、これぞリアル一コマ。これもう本当そのなんだろう、ドアスコープの光が漏れてるのを見るたびに思い出しますね。うわー、トラウマなってるよ。はい、そこは引っ越したわけやけど、はい、その方っていうのはだからずっと住まれてた方ってわけじゃないよな、引っ越されてきたんよ。そうですね、僕より後に引っ越してきて、はい。でもそんなさ若い方でさ何があってんってやっぱ思うよな。本当ですよね。ほんまにだからすごいストレスになってたかもしれんけど、はいはいはい、にしてもよな、うん、まあ、僕らがそうですねどんちゃん騒ぎしてたのも悪いんですけど、うん、そうですよ、そこで寝静まった後に、うん、めちゃくちゃ怖かったですね。もうなんだろう、その直接伝えるんじゃなくて、うん、知ってるか知ってないか分かんないだろう行為をしてるっていうのが、はい、怖っ。そのドンってやられた後の、はい、もう一回ドンぐらいからちょっと上気してる人やんか。でドンドンドンはもうちょっとおかしな、あそうですね、行き過ぎてるやんか、はい、だからめちゃくちゃリアルよなドアスコープのこれも、はい、怖かった。これは、はい、ちなみにもうコンボイ史上最後の階段、これはですね、あの本気出したらもう一個あります。え、とう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 、はい、とうとうコンボイが本気、次回本気出すってこと。はい、本気出させていただきます。あのちなみにやねんけど、はい、これもすごいリアルで、はい、階段喋りまくってる人って、はい、もう長いねん話が。あ、はいはいはい、でもほんまにあんまり階段喋らない人って怖い事実だけを伝えようとするから、はい、めっちゃ短いねん。あ、なるほど。でも超本気出すから次めちゃくちゃ短いってこと。短いってこと。30秒で本気出したらいける。ちょっと待ってや。本気出したらさ、情景とかちょっと伝えていただきたいので、 YouTube ショートの方で上げていただく形になる。まあだからその可能性もあるでしょう。はい、ありがとうございます。はい、素敵な会談でした。とんでもないです。というわけで、今までどこにも出してなかった山口コンボイ君が人生で一番ゾッとする話してくれました。ゲストのコンボイ君でした。ありがとうございました。トラウマ植え付けてごめんね。無事ー。